はい、皆さんこんにちは、こんばんは。ですね、これね、iOS14 にしたんですけど、どこが変わったのかちょっとわかんなくて、ほとんどこの 6S なんですけど、触ってるって言っても動画撮影かサファリか YouTube ぐらいしか僕使ってないので、なんかね、iOS14 ね、なんかここが変わったよとか、なんかあればね、コメントでねお願いします。まあ動画でねもうね上がってはいるんですけど、まだちょっと見てなくて、何が変わったんですかね。ちょっとその話をねちょこっとしたいと思います。で、余談なんですけど、なんだっけ、ヤンヤンさんね、チャンネル登録者2000人ですね。いやー、昨日かな、おとといかな、忘れたんですけど、ライブね、やってたんですけど、ちょっと、いろいろと、取り込んでてっていうか、結構ね、今週、会社の友達の電話とかね、他の友達とかの電話で、すごい、まあ、すごい忙しいわけじゃないんですけど、電話しながら動画とかね、撮れないので、なかなかね、あれなんですけど、いや、ほんとね、早いよね、ほんと。これね、何が変わったんだろう。あ、こういう風にできるようになったのね。あと、この音楽のマークが、今まで、こっちはアップデート対象に、もうサポートあれなのかな、もうそろあれなのかな、わかんないけど、これね、このマークから真っ赤のあれになってるってことと、今これ iPhone6S これアップデートしたんですけど、これで今撮ってるんであれなんですけど、カレンダーどこだっけな、カレンダー、あね、前はカレンダーこんな感じだったんですけど、それがちょっと拡大しますね、こんな感じでね、なってたんで、これも変更されたってことですよね。前の方が良かったような気がするんだけどな、どこだっけ、あれ、前の方が僕は好みですね、この感じの方が良かったんですけど、あとはウィジット検索とかもできるようになったみたいですね。あとはライブラリ、アップライブラリっていうところとかできるようになったみたいですね。あとコンパクトな着信画面とか、こんな感じでね、これ Apple のホームページを見ながら今解説寝起きなんで許してください。あとピクチャーインピクチャーとかもね、これ何のピクチャーイン、ビデオ鑑賞やフェイスタイムなど
かな。メッセージとかね、なんか、素早くチェックができますとかっていう書いてますね。あとグループ写真とかね。あとは新しいミー文字のスタイルステッカーなどね。これはギャラクシーでもなんか似たようなものあるんですけど、僕あんま使ってないですね。なんだ？ごめんなさいね。音鳴るようにしてるんで。なのでね、そこのところがありますね。そんな感じかな。あとで電話かけ直せばいいや。だからね、iOS 14ね、なんかいろいろと不具合がなんかあるらしいですよ。楽天で言うと、楽天で使ってる人はアップデートしちゃうと使えなくなるとか、なんかあるみたいなんですよ。そこのね、ところがあるみたいなんで、ちょっと待ってくださいね。だから、僕個人的に iOS 14ね、ほんとね、どこが変わったのかなって、ほんと見てみたらアイコンが変わってたりとか、あとさっきね言ったピクチャーインピクチャー的なね、グループ通話の時に出るような感じとか、そこのところかな。僕これも一応やろうとしたんですけど、アップデートの対象がなってないですね。12.4.8ですね。もしかするともうこれも古いので、アップデート対象にもうなってるかどうかわかんないので、そこのところもね、ありますね。で、あとはちょっと飲み物の飲みながら、ちょっと電話後でしますんで、全然ちょっとね、急遽 iOS 14のことで、これアップされんのが今撮っての23日なんで、来週の29日にアップされるかな。されるかなってか、するような感じですね、公開するのはね。いやー、でもね、本当、早く1000人はね、行きたいね。あ、3人増えてんの？3人増加って書いてあるけど、あんまパソコンで見てないっていうか、まあいいや。この英語何これ？英語何？
ちょっと待ってくださいね。再生リストもなくなっちゃうん？まあいいや。まあ、ということで、今日は、iPhone のね、iPhone というか、iOS14、14だよね。14ね。まあ、の話をさせていただきました。まあ、なんていうんですかね。結構ね、使いやすくはなってんじゃないかなと。で、結構ね、日本人でね、まあ結構 iPhone 率結構日本人多いと思うんでね。まあ僕はちょっと、どんな感じなのかなと思ってやってみたんですけど、楽天の方はちょっと、すぐにアップデートしてしまうと、使えなくなる可能性があるらしいので、もうちょっと待った方がいいかな。僕のように、端末ね、まあ複数持ってる人だったらいいんですけど、一つしかなくて、メイン端末が、iPhone で楽天とかね、まあ他の端末も持ってるんだったらいいんですけど、楽天しか持ってないんだったらちょっとね、あれだと思うんですけど、まあただね、まあまあ iPhone とかスマートフォンの話とかはしていきたいなとは思ってはいるんですけど、まあ最近ね、まあ動画っていうか、なんだっけ、動画ね、いつだっけ、明日ね、そのまだ動画これ撮ってる時点ではまだ公開はされてないと思うんですけど、これがアップされる時には記念動画ね、まあ動画の本数がね、1000本になったよっていう動画ね、もう上がってると思うんですけど、まあね、本当にね、早いというか、まあコツコツ、まあ他の人と比べると、まあ動画の本数は少ないと思うんですけど、まあコツコツマニアックな話をね、やろうと思ってんですけど、サブチャンネルっていうかセカンドチャンネルね、もういつ更新したんだろう、もう1ヶ月前なんでね、更新しないとなっていうのは思ってはいるんですけど、もうちょっとお待ちください。で、なんか雑談的な、ちょっとね、メインでは、あんま話してないような話を、ちょっとしようかなと。スマートフォンの話をね、ちょっとしようかなと思ってはいるんですけど、このところはね、あるんでね。ちょっと待ってくださいね。
で、まあね、まあそんな感じかな。まあ今日ね、天気悪いんで、今日はあれかな。なんか冷凍食品でも食べるかな。12時前になったら、そうだね、食べる感じかな。で、そうだ、これを飲もうと思って、忘れそうになったね。まあ、ということでね、まあ、今日の動画は iOS14 の話をちょっとさせていただきました。まあこれね、iOS14 にしてみたことについては、またちょろっと使ってみて、ちょろっと言って、使ってみてね、どんな感じだったのかっていうのは同感できたらやろうと思います。で、これもね、だいぶ古いのでどこまで使えるかちょっとわからないんですけど、そこのところがね、不安がね、あるんですけど、また動画ね、あげたいと思いますんでね、よろしくお願いしますということで、ちょっと短い動画なんですけども、短いと、み、短いで、短くはないな。普通だったら、32分とかなんで、ちょっとね、この辺で終わりたいと思います。もしね、この動画がね、よろしければ、グッドボタンとね、チャンネル登録ね、もしよろしければよろしくお願いします。あとね、拡散などね、してもらえると励みになります。ということで、今日の動画は終わりたいと思います。ありがとうございました。さようなら。